急げ、時間がないぞ。気をつけろ。気合い入れろよ。あ、守備は特艦ですか。いけるか。よろしくな。炎の印にかけますぜ。ほら、手を動かせよ。やってるな。あ、先輩、そうして。どうだ。朝までには必ず。頼もしい。いざという時頼りにしている。夜明けとともに作戦開始だ。を攻撃、体力を減らせ。負傷した者は後方のキャンプで体勢を整えよう。
ルダラオスの高速に取り掛かるぞ。各自単発式高速弾を用意。登れ。単発式高速弾は障壁の上だ。用意できたらバリスタで撃て。に攻撃するぞ。体力を減らせ。至急マグダラオスの背に移動しよう。みんな行くぞ。各所の翼竜の止まり木に急め。了解。乗り込むっすよ。ここから正念場。相棒頑張ってください。行くぞ。手に到着。指示を。奴の排熱機関を探せ。そこを叩き体力を減らすぞ。相棒、吹き出すマグマに気をつけてください。排熱機関を発見。攻撃してください。うわ、
探せ。
外郭上の排熱機関を探せ。単発式高速弾を用意。
間がない。再配置だ。よーい。やれやれ、どうしかな。一同揃っているな。これより作戦会議を開始する。それでは状況を整理しよう。ゾラ・マグダラオスですが、大峡谷を越えた後は観測不可により同行ですが、向こう側で痕跡を探し直すことができれば再追跡の機会。これについては調査班から朗報がある。奴の起こした地殻変動の影響で大峡谷に亀裂ができた。この亀裂を通り抜ければ俺たちも向こう側に行けそうだ。では補給班からも報告。捕獲のために用意した物資ですが、先の作戦であらかたもし再びゾラ・マグダラオスを発見、同様の規模で何らかの作戦を行うことはこのまま。うん、総司令どうします。よし、ギルドに船を出そう。船ですかい？大丈夫なんですか？今は海も空も。どのような状況であろうとも、我々はこのまま調査を続行するとギルドに意思を示す必要。その上で彼らの判断を待とう。船長、任せてくれ。毎日荒海を見続けたのはこの日のためだ。大峡谷に亀裂ができたことは文字通り活路が開く。よし、これよりハンターたちは大巨亀裂を通り抜けた先でゾラ・マグダラウスの痕跡を探すんだ。それでは君たち、導きの青い星が輝かんことを。以上、解散。探索で大峡谷に行きましょう。私も一緒に行きます。
品揃えを増やしたよ。装備の調子はどうだ？